さっきの一撃は絶妙だったな。放火もあれは矛盾、お使うには判断が難しかっただろうな。すごい一撃ね。放火もかなりのダメージを負ったんじゃない？そうだな。だがあいつは粘り強い。俺との準決勝の試合でも本当にしつこいくらいだ。そうでしょ。耐えればその分有利になるのだから。そうだ。だが悪癖もある。そこに気づかれたら放火の行動パターンがほとんどわかってしまうんだ。そうなんだ。トウヤ、よく知ってるわね。見たらわかる。視点を変えればあからさまだからな。あとトウヤはやめろ。久しぶりで照れる。なに、新婚時代みたいにトウ君の方が好み。うるさい。二人きりだからって。俺の仮説が正しいのなら、フェイントを混ぜれば最初のようなことにはならない。同じ手を。今度は逆？手を吹いても対応するか。狙いは私のスピードを奪うこと。確かに効くわね。思い通りの戦術ができないのは確かだわ。なら聖戦で対応するしかない。聖戦、聖戦行こう。別の手で来たってことは重力でスピードを抑制するのは正解だったんだ。ダメだ、逃れられない。聖戦、どんな効果を持つんだ。安心しなさい、私の聖戦は姉さんほど便利なものじゃないわ。意識を研ぎ澄ませ、360度どこからでも止めれるように。当たらない、重力でスピードを落としてもまだ捉えられないのか。そもそも、聖剣、ってなんだろう、よくわからないね。憶測だが、光、をメインとした能力そうだな。一回戦の聖剣支配の能力を見る限り、光、を基礎に戦っていたからな。だが天の絵は、聖剣操作。支配に届いていない以上、霊下の劣化版、だが物は使いようだ。きっとあいつは自分の短所を埋める術で使ってくるはずだ。攻めてこない、もしかして錯覚。気配と面影は背後にいるけどそれは錯覚。なら天の絵さんの本当の狙いは。攻撃面積を極端に減らす、完全に受け身の体勢ゆえに反撃はできないけど、相手の狙いを誘うならこれで。錯覚じゃないのか？考え、主人に徹したのはいい考えだわ。マジか、もしかして俺の油断を狙ってずっと黙って後ろにいたのか。そんなのありかよ。実際はまだ重力の影響を受けてる。だからあなたを私のいる場所まで誘導してる。ずっとあなたの背後にいるのは光を使った前衛。周りの光はそれを作るのと私の身を隠すための渦状に動く特殊な光。スピードに自信があると言ってるんですもの。ならそれらの対策をしてくることを考慮して私もそれなりに対策をしているに決まってるでしょう。また背後に、しかもまた何もしてこない。ずっといつ来るか警戒しないといけない。これがずっと続くのか。うまいわね。あれは里の疲労が増える一方だわ。俺より追われる側の方がきついからな。しかも放火は最低限の動きゆえに肉体的精神的にも回復を見込める。あいつの技はどこまでも計算されている。無駄が一切ないんだ。霊下に追いつきたい。それだけのために自分の満足とは言い切れない手札でここまで上り詰めたんだ。それを崩すのは至難の技だぞ。くそ、これ以上ガチが開かない。リスクは高いけどやるしかない。今あからさまに隙が生まれた。捕まってようって魂胆ね。ならもうこれはおしまい。聖戦、導かれし光明。なんだ、いきなり周りの背景が消えた。なんだ、この圧倒的存在感は。背景とか全ての情報が消えてただ天の絵さんだけの存在がはっきりわかる。小賢しいのは面倒でしょ。そんなに矛盾を気にしてるなら到達点に至る前に倒せばいい。違うのかしらね。挑発だ。それがなかなかできないのは母さんの試合で知ってる。この人は耐久性も高いんだ。しかも早い。あなた、常に受け身でしょ。そういう性格が出るのよ。特にこういう慎重な場面ではね。この能力は本来戦闘用ではない。迷った仲間を自分のところまで誘導するためのもの。非戦闘用能力も使いようってわけね。敵ながら感心してしまうな。どんなに使い道が限られた能力でも使い方次第で本来以上の効果を生み出してる。あれでは主様は逃げも隠れもできない。なら天の絵の近距離戦を受けざるを得ないというわけだ。一見大したことない光だけど、多分あれ、主様見えてないよね周り。そう、空を飛べばもうどこが天でどこが地すらもわからない。そして障害物があれば盛大に衝突する恐れもある。つまり、主様は動けない。だが天の絵は動ける。力だけの天才かと思ったが、策の天才でもあったか。主様。そして、俺はそのまま天の絵さんの策に飲み込まれてから近距離戦に徹したのを得なかった。攻撃力か、守備力か、そんなことを言っていられなかった。そんな自分ではなかった。重砲、霊下では止まらない。自然砲、を混ぜても何食わぬ表情で突破され、影砲、は光に負けて突き出す。乱砲、はなぜか作用しない、乱れない。そしてとうとう、最悪の時が来た。
身の腕が折れた。これは、もう決着なのか。私と同じ結果ね。矛盾によるパトの限界点を超えた。さっきも言ったが、そこを超えたらもう俺でも手がつけられない。攻撃力と簡単に言うが、その実態は足や腕にかかる力量が上がる。つまり足立ちにかかる力量とそこから体全体を使って勢いをつけた拳の力量、想定の何十倍の火力になるんだ。近距離でパトが勝てる可能性はもうゼロ。だからといってもう今の矛盾で強化された効果の足だ。遠距離ももはや不可能、重力程度で抑えきれるものじゃない。もうパトは罪だ。ダメだ、早すぎてもう避けきれない、距離も当てれない。残念ね、もう少し期待していたのだけど。これが世界産業、最初から流れを奪われて、途中から巻き返そうとしてもそれを確実に阻止された。腕も折れた、あばらも折れた、もう近距離は不可能、しかもこの環境を打破できない。放火祭には能力無効化防止の可能があります。乱す、壊す、消すなどの行為はつきません。まず、放火祭を叩くためには蚊を壊さなければいけません。放火祭の体術はフェイントを混ぜます。ですがそれは癖があり、強すぎる力ゆえに自身が万全の体勢でなければ全力攻撃をしてこないのです。そうだ、俺、当てて手順を間違えてたんだ。メリアが全部アドバイスをくれたのに。放火戦は後半戦、放火戦の土俵に入ってからが勝負です。なぜならそこまでは必ず相手の策で誘導してくるからです。相手は必ず自分の土俵に持ち込みたい、ならその策はおそらく何十もあるはず。そこの攻略は現実的ではありません。なら土俵に入った後、そこから土俵を崩してしまえば放火戦は策を失う。なぜならそこまでの想定は存在しないからです。過去の放火戦の敗北は土俵に入る前による敗北、土俵に入れば勝率 100%、 つまりそこから先は考える必要がない。それほど自身の土俵に絶対的自信があるのです。なら、どうすればいいんだ。勝率 100% の壁を壊すなんてあるじゃないですか。ご主人に最初から備わっていた技が辛抱だけど、あれはリスクもそうだけど縛りが強すぎる。安心して、また私が導いてあげる。進行は自身のメリットと相手のデメリットのバランスで消費用や量が決まります。つまりそのバランスが大事なのです。だからパト君は放火線の土俵に入ったと思ったら迷わず使って、その後の策はネルが言った通りにやれば大丈夫。きっとパト君は勝つよ。本当、みんないい子で俺にはもったいないくらいだ。ありがとうメリア、いつもメリアがそばにいてくれて本当によかった。信じるよ、全部メリアもネルもみんなも俺よりずっとずっとすごいんだからさ。進行、アーソラティ両方数。両者からの効果、両者能力効果強化。痛い、つまり、痛い。おい、なんだ、今のふざけた機械は。ああ、全員。必要に隊長、全員ちゃんがいじめるんだよ。ダメ、気色悪い。私は、ちょっと、アナゴマテヨウと。攻撃混同するのは違うよな、チェイン。そうだそうだ、僕はすっごく傷ついたぞ。ダメで一輪車。チェイン、もし次使いでふざけたり噛んだら次は怒りの決定を食らわせるからな。わかった、わかったから、とりあえず話して、私のチャーミングな頭だ。いけ、やっちゃい発行。うるせえ、とやぎ馬。あー、握力が強まった。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。